今回は PowerPoint の使い方をご説明いたします。で、PowerPoint はこの右側にありますオレンジ色の PowerPoint というのから起動をさせます。で、PowerPoint を起動しますと、このように、いろんな種類から選べるようになっています。で、PowerPoint に関しては、ここのテンプレートと呼ばれる、いろいろな種類から選んでいただくと、かなりデザインが設定されていてよく見えるので、ここから選んでいただくのが一番いいと思います。で、この中から好きなものを選んでいただきまして、今回、この雫というのを選んでみます。で、選びますと、このように、すでに背景が出た状態で設定されます。で、文字を入力する場合は、2回、このダブルタップしてタイトルを追加というところに、2回ポンポンと押すと、キーボードが出てきます。で、このようにですね、文字を入力していただきますと、タイトルができます。で、ここ下の部分ですね、サブタイトルを入力するようになってますので、ここにサブタイトルを入力します。このように入力をします。そうしますと、一番最初に表示されるページのが作れました。で、次のページを作る場合は、左上にありますプラスと緑色で書かれたフォームの下にあるプラスマークを押します。そうしますと、このように新しいスライドというように出てきますので、ここから好きなものを選んでいただきます。で、この中から選んでいただくんですけれども、一番よく使われやすいものとしては、この上から2番目、一番上の真ん中のタイトルとコンテンツというのは使われやすいです。で、また、この中からですと、2つのコンテンツとかですね、2列目の一番左というのは比較したりとかするときに、2つ、このメリット、デメリットなどで、使ったりするときに使います。なので、例えば、ここタイトルとコンテンツというのを押すと、このように、タイトルが入力できます。で、その下にコンテンツなので、文章を入力していくことができます。このように入力しておくと、箇条書きに自動的になりまして、簡単に入力ができます。そうしましたら、画像を入力する場合なんですけれども、画像を挿入する場合は上のところから挿入というボタンを押していただきますと、このように画像というところが出てきます。そこを押していただきますと、このように画像のパソコン、iPad の中の写真ホルダが出てきますので、そこを押していただきまして、選んでいただきますと、このように設定することができます。で、好きな位置に設定できるので、非常に使いやすいです。で、消したいときはですね、ポンと一回写真を押してあげることによって、削除という項目が出てきますので、そこから簡単に削除することができます。で、動画を入れたい場合は、ここのビデオというところを入れていただきますと、もし写真フォルダの中にビデオが入っている場合は、ここで設定ができます。で、図形を入れたい場合ですね、
はこの右上の下向き三角形、こちら入れていただきますと、図形というところを押していただき、このように基本図形ですね、を使うことができます。なので、このようにポンとクリックですね、タップしていただきますと、このような感じで図形を使うことができます。これも画像のように大きさを自由に変えられて、で、消したいときはポンと画像を押していただきますと、削除ができるようになっています。で、基本的には、挿入の仕方は、ワードとほとんど変わらないです。で、またホームにある文字の大きさを変えたりとか、文字の色を変えたりとか、という部分もワードとほとんど変わらなく、箇条書きや段落も変わらないですね。で、PowerPoint では表を簡単に作れます。表を作るときは、表というところを押していただきますと、このように表が出てきまして、これも高さを変えられます。で、文字を入力したい場合は、入力したい場所を2回トントンと押していただければ、このように入力することができます。で、表を追加したい場合は、左上の挿入というところを押していただきますと、このようにどこに表を追加したいか聞かれますので、例えば左に挿入とすると1列増えまして、上に挿入とするとこのように列が増えます。で、そうしましたら、この表のスタイルというところを上から右から2つ目押していただきますと、このように色と変えることができます。で、変えていただきますと表の雰囲気が変わるようになってますので、ここから自由に設定ができます。で、そうしましたら、画面の切り替え方法を設定いたします。画面の設定、切り替え方法に関しましては、画面を切り替えたときに、アクションが起こるように設定するので、上のところの画面切り替えというところを押していただきまして、で、切り替え効果を押します。そうしますと、いろいろな効果が出てきますので、例えば、ここで時計というのを選んでみて、そうすると、この下のところにある2という数字のところに星マークがつきましたので、その星マークがついたところを確認して、で、このスライドショーというところですね、押していただいて、最初からというふうにすると、このようにスライドショーが始まります。で、横にスッと動かしてあげると、このように時計マークでスライドが入れ替わります。で、簡単にこのようにできるので、いろいろなスライドですね、増やしていったスライド一つ一つに全て違う切り替えができます。なので、ここは自由に設定していただいて、そうですね。こうしていただきますと、このように、くるっと出てくるのがあれば、ポンと次のページに行って、今度はこのような感じに表示されたりとか、このように割れたりとかですね。こういうふうに簡単に設定をすることができます。で、この下のスライドですね。消したい場合は、トンとタ
タップしていただきますと、まあ、複製もできますし、コピー、カット、まあ、削除というのができるので、ここから削除を選んでいただきますと、消すことが簡単にできます。で、また、この文字とかを、なんかバーンと出したい場合ですね。今現在は、これを見ると、このような感じで、一発で全部が出てくるんですけれども、文字をここだけ、この下のところを後から出したい場合は、その文字のところを選択してあげまして、アニメーションというところを押します。で、そうしましたら開始効果ですね。開始効果の中から好きなものを選んでいただきますと、例えばここだと、グローとターンというのを設定して、このままスライドショーを行います。そうすると、このように先ほどの文章のところがまだ出てない状態で、で、もう一回押すと、このように、ポーンと出てきて、もう一回押すと、ちょっと違う感じで出てきます。で、このように簡単に文字とか、まあ画像もそうですね。先ほどのように画像を挿入してあげて、で、そこに入れてあげれば、アニメーションをですね、ここに設定を、まあ、好きなものを設定をしてあげると、このように画像がポンと後から出てきたりというふうになります。で、アニメーションを使えばこのように簡単に一個一個表示するということが可能なので、まあ今みたいな使い方というのはよくします。で、そうしましたら、まあ、基本的な使い方としては、パワーポイントは以上です。で、保存するときは、ワードと一緒ですね。左上のファイルから、名前というところを押していただきまして、iPad の中の、ここに、名前を付けてあげて、完了。こちらを押していただきますと、保存ができている状態です。で、また開いてみますと、この前回のやつが勝手に起動されちゃう場合もありますので、この開くってところですね。開くというところからテストというのを押していただくと、このように前回の続きからやることができます。パワーポイントの簡単な使い方は以上です。